はい。なんだろう、ずいぶん賑やかだね。祭りって感じじゃねえよな。何か儀式が始まるのかな。忠臣熱き民よ、ソレアン・エンシェントである。世の即位より24年、世はここに大いなる喜びをもって諸君に知らせを告げる。あれがハイエンターの公主様か。ソレアン・エンシェント、大祝にして未だ不世の日は遠からんが、種族繁栄の礎として時代の公主、すなわち皇太子を指名する。見ろよ、お出ましだぜ。メリア・エンシェントである。ええ、メリアです。あいつお姫様だったのか。お前今頃気づいたのかよ。なんか妙に言葉遣いが偉そうだとは思ってたけど、びっくりね。これより我が子メリアは墓所詣の儀に臨むことになる。我が栄光ある皇祖に認められ、皇女は皇太子となるであろう。民とは愚かなもの。偽りの面一つで呪われた血の存在を忘れたものとして振る舞える。皇妃殿下、すでに手駒は揃えてあります。ご加盟いただければ直ちに領袖のホムスどもを始末いたします。モナドを携えしとはいえ、所詮は蛮族。闇に葬ったとしても陛下はお気になさるまい。さすればメリアに助力する者はいなくなる。はい。母上、そもそもハイエンターの公妃とホムスの栄妃などという制度があるから、高貴な血が汚れ続けるのです。ホムスなど死に耐えてしまうがよい。行きなさい、タルコ。わかりました。メリア、それにしてもメリアのやつ、なんだってあんな仮面をつけているんだ。わかりません。でも彼女、他のハイエンターとはどこか違う。違うってどこが。メリアちゃん、鳥の人にあんま似てないもん。お前たち、ホムホムに似ているもん。なるほどね。余人には知り得ない複雑な事情がありそうだな、こいつは。そうだ。なんだよ、急にでかい声出して。びっくりするじゃねえか。ここでのんびりしている場合じゃない。メリアが危ないんだ。って、おい、またビジョンか。
何を見たの？そうだ、詳しく話せ。昼飯のお知らせにしちゃ物騒ないでたちだな。食事時の心配をする必要はなくなる。永遠にな。何者だ？シルク。この者たち、異端審問官か。何事か？ち、まだいたのか。待て、この方はカリアン殿下、メリア殿下の兄君だ。メリアの兄さん。ご心配なく、無事解決したようですよ。予言官殿。彼らの危難が見えたのでね、急ぎ駆けつけたところ、あの者たちが。ただの賊には見えないな。おそらくは巨神教異端審問官、王家の歴史を裏から支えてきたと言われる暗殺者集団ですよ。バカな、巨神教は単なる噂。巨神教が存在していたのは遥か昔、その血筋は絶えたものと僕も思っていました。ですがそれは実在し、シルクたちの命を奪おうとした。父上はこのことをおそらくご存知ないかと。皇主様ですらよもや現存しているとは考えておられないでしょう。巨神教の異端審問官とはそういうものだと聞きます。だがどういうことなのだ、そのような者たちが彼らを襲うなど。まさか、あ、いや、そんなはずは。カリアンさん、メリアが危険なんです。どこかわからないけど、祭壇のような場所で彼女は殺される。なんだと、なぜそのようなことが言えるのだ。シュルクは僕と同じなんですよ。予言官どもと、まさか彼にも見えるというのか、未来が。だからメリアの元に行かせてください。僕らを。
それでは殿下、ここから先はお一人で儀式に臨まれることになります。見送り、大儀であった。ご無事なるお帰りをお待ちしております。過去の歴史上、資格なくして好意を求めた者どもはことごとく英霊に打ち倒されたといいます。それが好意を請求するということだ。そのままボスに葬られることになった者たちも覚悟の上でのことだったであろう。ご立派なお覚悟です。お気をつけ遊ばせ、殿下。ならぬ。墓所詣では斧が力のみでなす決まり。命を果てたとて、それは天命、公主の器にあたわすという、ただそれだけのことだ。あんた本気でそんなこと言ってるのか。あんたの妹だぞ、メリアなんだぞ。よせライン。ダンバン。それほどに重要な儀式なのだろう。俺たちが口を出せるようなもんじゃない。でもよ。だがそれはあんたらハイエンターのうちでの決め事だよな。異民族のホムスがしゃしゃり出たところで問題はなかろう。それともその墓所にはホムスが入っちゃいけないって決まり事でもあるのか。それはないが。なら肩の力を抜けよ。墓所詣とやらがあんたらにとってどれだけ大切な儀式か知らん。知らんが、妹の命と天秤にかけて釣り合いの取れるもんじゃなかろう。ならさ、任せろや、俺たちに。ギデンは？俺の名はダンバン。鬼神兵をぶっ潰したいってこいつらの、まあ保護者みたいなもんだ。ダンバン。そうか、ギデンがあの1年前大剣の渓谷での戦いでモナドを振るい鬼神兵団を退けたという。そこまで知ってたんなら、あん時助けに来てくれてもよかったのにな。すまぬ。我らは他民族との争いは好まない。それがたとえ鬼神兵であったとしても。冗談だよ冗談。事情はそれぞれ。あれだけの防衛装置を浮かべてんのはそういうわけなんだろうからな。話はまとまったみたいだね。墓所へはセンターゲートから転移装置で行ける。殿下はすでに墓所に入られているはず。シル君、急いだ方がいい。ここが墓所だ。中には外敵の侵入を拒絶する防衛機構がある。墓所が機能している以上、それを避けることはできない。心して。入る前に一つだけ聞きたい。アルビース、君も未来が見えるのか。僕の家系はね、代々皇家に仕える予言官の血筋なんだ。未来の姿を見て皇国の危難を回避する役目。ホムスの君がか。そう。それについての来歴はまた今度。うちの家系はいろいろとややこしいんだ。それに未来が見えると言ってもちょっと変わっててね。いろいろと準備というか儀式みたいなものが必要なんだ。君はそんなことはない？うん、僕の場合は突然頭の中に情景がひらめくんだ。最初は漠然としているけど、それが近くなるにつれて鮮明に。
なら多分僕の力よりずっとすごいと思う。現に僕はこれから起こるという殿下の危難は見えなかった。メリアの危難が見えないって、それ予言官失格だろう。君案外鋭いね。だから君たちに呪力を頼んだんだ。偶然君たちの危難が見えたのが運が良かったと言える。あれは偶然かよ。でも君はあの時モナドを。モナドの伝承は高家に古くから伝わっている。巨神の剣であったモナドは使用者の念、つまりこうしたいという思いだね。その思いを増幅し、この世界の根源原理であるエーテルに干渉する。干渉することでその念を現実ならしめるものらしい。だから僕は念じた。それだけさ。モナドはその力ゆえか、はるか昔にハイエンターによって封じられた。それが長い年月を経て、やがてホムスの手に渡り、今は君の手中にある。それは果たして偶然なのか。その意味を確かめる責務が君にはある。巨神の剣を授かった者としてね。巨神は目覚めようとしているんだ。コースを祀った祭壇は幾重にもなる封印の先、いかような試練が待ち受けているのか、気を引き締めて臨まねばならんな。12周期ぶりの来訪者よ、生命と来訪目的を述べよ。メリア・エンシェント、好意を継ぐ資格があるや否やコースの例にご判断いただきたく参った。来訪者の意図を了解した。これより貴君の遺伝情報を解析する。古からの霊がなさしめる力か。空気が緊張している感じがするな。さっきも言ったように、ここから先には外敵の侵入を拒絶する防衛機構があって。なんだこれって、あっ、えっ、